じゃあ参りましょう、ようこそミラコイの部屋へということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。やっとこの動画が撮れるなと思います。日本代表の、オーストラリア A 代表の第3戦終わった後の、稲垣選手のコメントを読んでですね、斉藤健二さんの記事を読んで、もう早くみんなにお伝えしたいなと思ってたんですけれども、やっぱりその大学ラグビーとかで思います。かっこいいですね、前さん、この3人かっこいいなぁ。すみません、ちょっとぼーっと見てしまいましたが、稲垣啓太の言葉はいつだってシンプルプラスダイレクト、このままじゃオールブラックスに勝てないと、まあいうような記事がありましたのでご紹介させてください。よろしくお願いします。そうなんですよね。で、定期的に稲垣選手を紹介させていただいていると思うんですが、まずすみません、参照は、ウェブのスポルティーバラブスポーツの斉藤健二さんの記事ですね。2022年10月16日と、稲垣啓太は復帰後も笑わない、日本代表に厳しい意見、これじゃオールブラックスに勝てないっていう、のを読んで、もう本当さすが稲垣選手だななんて思ったんでご紹介させていただくんですけれども、もう定期的に僕言ってますよね、個人的に稲垣選手の言葉が大好きで、やっぱ2019のワールドカップの後、まあその時に多くの方が稲垣選手のファンになったと思うんですけど、笑わない男みたいな、なったと思うんですけれども、そのテレビ番組見て、そのいろんなバラエティの番組とかでのその返しとか、その本当頭いいなと思ったんですよね。まあこの人すごく切れるなと、いうような気がしました。でもうその時からちょっとあれなんですけど、でやっぱラグビーの発言に関してもう大好きなんですよね、稲垣選手のあのコメントが。 で代表的なのが2つですね。稲垣選手の好きな言葉2つが、テストマッチは勝たなきゃ意味がない、勝敗が全てと、まあちょっと、まあ誰とか関係なく、やっぱその勝ち負け以上にどうのこうのとか、まあ得るところあったみたいなところで結構コメントを逃げる選手もいらっしゃるじゃないですか。なんだけど彼ってやっぱそういうとこないんですよね、勝たなきゃ意味ないんでみたいな、まあそういうことだったり、あとここ最近使わさせていただいている、まあ、ラグビーがチームスポーツなんですけど、その前に個人スポーツなんですよと、個人レベルを上げることから逃げてね、チームうんぬんなんてないんですというのとか、もうめちゃめちゃ好きなんですよね。本当に、もうおっしゃる通りだと思います。オールフォーワン、ワンフォーオールみたいな感じで言う言葉もあるんですけれども、ただやっぱ一人一人のレベルが上がらないことにはチームのレベルが上がらない。で、チームでまとまってっていうのは、まあ一瞬聞こえはいいんですけれども、なんか稲垣選手とかそういうの、そういう時すぐ警鐘鳴らすんですよね。いや、チームスポーツの前にまず個人スポーツでしょと、個人のレベル上げないこと、上げることから逃げてどうすんのみたいなこととかが僕やっぱ好きで、だから今回もすごく、だから稲垣選手のその試合前のコメントとか試合後のコメントって、やっぱ他の選手飛ばす時あるんですけど、やっぱ稲垣選手だけはやっぱ追っかけちゃうんですよね。今彼が何を考えてどう向き合ってるのかっていうことがすごく、嘘偽りない本音が、ファンとしては一番聞きたいところをいつも代弁してくれてる気が僕はするので、だから今回もすごい、ありがとうございますって感じです。ここまで気持ちよく本音を語ってくれる選手はレアだと思います。立場とかね、いろいろあるんで、だけどやっぱ気持ちよく本音を語ってくれるんで、でそんな稲垣選手の直近の本音っていうのを斉藤健二さんがまとめてくれたんで、お届けしたいと思います。じゃあ行きましょう。まずジェイミーはのコメントから入ってるんですよね、この記事。選手 全員でアタックしようとするエナジーが良かった、もちろん改善すべきところはあるが、2週間後のオールブラックス戦に向けて今日の試合は9大点を与えてもいいのではっていうのがジェイミーのコメントですよね。まあね、稲垣選手はね、2試合出てなくて今試合だけだったっていうのはあるんですけど、ジェイミーに関してはもう前の声もねあるんで、まあ、ちょっとプレッシャーの中、まあ、ちょっと勝ててよかったなというようなコメントは、まあ、すごく理解できますと、ああいうところです。で、稲垣選手のことに関してはやっぱ今回初の、スタメンということで、初っていうのはね、この
強化試合で、で坂手選手は同じやっぱチームメートでもあるんでね、ワイルドナイツの、経験の違いを見せてくれる選手なので、いつもフィジカルを見せてくれれば頼りになると期待したということで、やっぱ心強い存在だと思います。32歳のベテランですね。もうね、でも本当に長瀬選手のスクラムが良かったからな。いやミラーもいいけど、一番あと石レリ三浦選手、あと海志くんとかが、ちょっと稲垣はちょっと一つ二つ抜けてますね。ベテランはタックルスクラムラインだと思うので、仕事をきっちりと果たして勝利に行きようと。チームスポーツの前に彼は自分の仕事をまずきっちりこなしたと、果たしたと。で稲垣またここ言ってますよね。落としていい試合は一つもないと気合を入れて臨み、ねえいいっすね強化試合とか関係ねえと、落としていい試合なんて一つもねえんだよ、もう気持ちいいんですよね。失点の仕方など内容としては褒められない部分が多かったですが、勝ったことは良かったと安堵の表情を見せたと、ああいうことですね。ここですね。まあ一応勝って良かったなというところです。で、やっぱなんで2試合あれだったんだろうと思ったんですけれども、まあ一応怪我しないって僕よく言ってたんですけど、一応怪我してたんだな。じゃあそこは全然追っかけられなかったんですけど、コンディションが良くなくてって、なかなかね、彼から聞かない言葉なんでびっくりしたんですけど、コンディションが良くなくて、7月以来となる久しぶりの試合でした。急ピッチで上げていきましたが、70分間出られましたし、自分のやりたいプレーも結構できた。満足はしていないが、精度を上げていきたいというのが、まあ稲垣選手の本音、稲垣選手の今の本音でしょうね。まだ、満足はしてないけれども、まあ現時点では、9大点っていう言い方なんじゃないでしょうかと。だからもっともっとレベルを上げていきたいっていう段階だと思います。いいっすね。これでまだね、伸びしろがあると思うとファンとしてはたまんねえなと。どんな怪我だったのかな。そのね、なんか稲垣選手って絶えずいろんな人が怪我している中でもいつもコンディションバッチリで出てるっていうイメージがあったんで、まあこういうところを聞けるのも、まあ個人的には新鮮でした。でこの前に、まあなんだっけ今回のこの強化時代は、まあ、ベースキャンプっていうか、ベースを作るところだと、まあ、いうようなことはもう選手も分かってるんだけれども、コーチがいいプランを出してもやるのは選手と、まだまだ遂行できていないと。それをやられている時はいいラグビーができているのが、ディティール詳細やクオリティ質が損なわれると失点を許していると。で、そう、稲垣選手はあと共通しているのは、もうコーチが素晴らしいと、もうコーチの言う通りやれば俺たちは勝てるって思ってると。だけどそれができてねえんだ俺たちはっていう言い方ですね。いちいちかっこいいな。人のせいにしないっていうね。今回のような打ち合いの試合は良くないですね。これだけ点を取ったのにどうして点を取られるのか。これじゃオールブラックスに勝てない。もう明言してますね。いやなんかすいません、現時点でオールブラックスにまあ、勝ってほしいなと思いながらも、まあ、ちょっと厳しいかなっていう意見の方が大変だと思うんです。でもそんな中、その稲垣選手が言うことが逆にすごい勝とうとしてるっていう気持ちが大前提あって、それをイメージしてて明快なイメージを持ってて、でもこのまんまじゃ勝てないっていう言い方、これね昔の日本じゃありえない発言を、だからやっぱ本当高い意識のレベルで稲垣選手ってやってんだなっていうのを、このこれじゃオールブラックスに勝てないっていうのが重いですよね。重いです。もうめちゃめちゃ僕らが考えている以上に勝利に対して明確なイメージ持ってるし、だけど遠いと、まだということですね。今日出た課題をチームとして修正していかないとというところですね。もうだからかっこいいなと思いましたね。でね、で稲垣選手だけじゃなく、姫野選手とか流選手、松島幸太郎中軸が復帰と。またノンキャップながら3試合連続出場を果たした若手のフランカー下川寛治らも台頭してきた。でそういうことに関して、なんつうんですね、そうですね、若い力が出てきましたねとかじゃなく、なんかこの言葉もいいですね。ようやくじゃないですかっていうだからつまり一緒に日本2019戦った同士、姫野選手とか流選手とか松島幸太郎選手も、俺と一緒にもうどんどん、だんだん彼らも調子上げてきたなと、よしよしと。
でもやっぱり若いやつも出てきたじゃねえかと、なあいいなと、でようやくじゃないですかっていうねまた名言が出てるね。こういうことに関してようやくじゃないですか、自分たちを信じてやるしかないと手応えも口にしたと、いいとこですね。だからもうなんかこの記事見て思ったのは、とにかく僕らが考えている以上に稲垣選手は、まあ、もちろん他の選手もそうだと思うんですけど、ただこうやって言語化してくれるんで分かるんですけど、すごく意識高いですね。もう誰よりも高いんじゃないかな、下手したら口に出さないだけでワールドカップ優勝とかを一人でなんか狙ってんじゃないかなみたいなぐらい、なんかもう意識が高くて、それに向けて可能性を信じ、自分を信じ、自分たちを信じ、愚直に行動してるかっこいい男が稲垣啓太かなというふうに感じました。斉藤健二さん、それを感謝する記事素晴らしい。でいよいよ2週間後からテストマッチ 3連戦が始まります。そうですね、だから今週がないんですよね。自分の役割を全うすることが大事、ここでも言ってますね。臨機応変にやる必要はあるが、自分のプレーができていないのに余計なことをすると本末転倒ですよねと。ラグビーは15人でやるスポーツなので、一人一人の能力が上がらないとチームは強くならない。まあ、これは冒頭で言ったことと一緒ですね。ちょっと表現変えているだけで。かつ、個々が 100% 自分のプレー、役割を遂行してこそチームの歯車が回ると。もう、稲垣理論、今回も炸裂と。まあ、言ってることは変わんないです。いや、個が強くないとチーム強くならないっていう彼の、原理原則、原点、真理を、今回はちょっと表現変えて言ってるってだけですね。10月29日に戦うオールブラックスとは過去0勝6敗と一度も勝ったことがない。当然ですね。そうですね。2023年ワールドカップでベスト4以上を狙う日本代表にとって現在地を測る格好の試金石となるだろう。何を求めるのか、勝ちを求めるしかない。いいっすね。本当のテストマッチなので、どのチームでも勝つ。いなきゃ笑わずまっすぐ前を向いた。いやいや、こういうことなんですよ、本当に。なんかね、本田圭佑さんのビッグマウスとまたちょっと違うんだよな、また稲垣選手のこれって。いや別に本田圭佑さんの言葉が重くないとかじゃなく、彼は彼でその追い込むために必要以上に言ってるところって多分あると思うんですけれども、なんか稲垣選手ってもう怖いぐらいなんかリアルで、それに対して、まあ、執念とか思ってる、努力されてるからこその、しかもこれもまた冒頭でお伝えしたんですけど、やっぱ表現力があるから、言語力、それを言葉にした時のなんか鋭さ、重さを僕は感じますね。何を求めるのか、勝ちを求めるしかない格好でしょうと、勝ちを求めるしかないでしょうと。本当のテストマッチ、強化試合じゃなくて、次マジで本当のテストマッチなので、どのチームだろうが、すいません、オールブラックスだろうが勝つという気持ちでやります。以上です。みたいな。かっこいいです。2週間後、オールブラックス、稲垣選手の活躍期待しましょう。っていうのと、すいません、ファンとしては、もちろん、いろんな立場とか、ポジションとか、いろんな状況で、言えないこととかなんかあると思うんですけれども、稲垣選手は引き続きですね、その絶えず本音をダイレクトにシンプルに僕らファンに伝えてくれればなと思います。ということで、斉藤健二さん、素敵な記事ありがとうございました。それでは、引き続き日本代表応援していきましょう。いや、いいな。では。